豊島型は幕末に江戸幕府が建造した西洋式帆船の形式。日本マストの木造船で、洋木は全長12畳2寸、甲板幅2畳5尺、深さ2畳1尺1400石積み、乗員18人。片名は横須賀製鉄商機に浮かぶ佐島の古称の豊島に由来する。豊島型1番から豊島形4番まで同型船4隻が量産された。 詳細は、不明な点が多く、元綱数道によれば、建造地は石川島造船所であるが、船の科学館の資料によると、石川島造船所では建造されていない。豊島形4番については、建造年を馬4年とする資料がある。かつ改修は1866年に、法王丸が石川島造船所で大改装を受けて、豊島型になったとするが、 母親戦争中に新政府法が作成した調査資料では、法王丸は、豊島型四隻とは別の船として扱われている。杉山健次郎によると、遊撃待機終わり録に含まれるスケッチでも、外観上の類似性は乏しいという。巡航した豊島形各船は、幕府海軍や貸し出しを受けた諸藩の手で、運送船として使用された。 1868年8月19日時点での新政府方の調査では、豊島型1番は激しく損傷しているため、石川島造船所にあり、豊島型2番は、出羽国に寄港後に、消息不明。豊島型3番は、加賀藩の物資を積んで出港中、豊島形4番は、マストを破損して、品川沖に停泊中であった。うち、豊島形4番は、 君沢型4番と共に、水戸藩へ、対応予定となっており、豊島型3番に関しては、加賀藩に対し、鶴ヶ港へ開港して、現地の新政府軍軍務官の指揮下に入れるよう命令が出されている。その後、1869年作成の資料では、豊島形4番は、徳川宗家の所有とされている。ありがとうございます。